犬子氷炭検視氷炭祭は、熊本県山鹿市に鎮座する八坂神社の祭事。正式名は、祇園祭。毎年6月15日、氷炭を抱えた子犬を模して作られた、新小細工のお守り、犬子氷炭が授与され、無病息災を願う多くの参詣者が役除けとして、買い求める。また、山鹿では古来この祭礼の日を、初片浦といい。 この日から浴衣を着始める習慣がある。祭礼の名は、薬病退散に、貢献のあった子犬の伝承に由来する。この伝承は、京都の祇恩社の心霊を、山賀の阿蘇賓化に誕生した際にそばについてきた、子犬をかたどって作ったという説と、道家で祀っていた祇恩社を、大宮神社へ誕生した時神輿の後に、子犬がついてきて離れず、 神社に着いたらいつの間にか姿が消えていたのに、ちなんで作るようになったという説とがある。犬子氷炭祭の由来についての紙芝居が上演される。大宮神社の境内でオリジナルの紙芝居を作られている氷炭会のメンバーによって行われる。大宮神社の境内で中村に在住している男性によって行われる。回数は年によって異なるが、奇数回行われる。 ありがとうございます。